有林堂アトレビー三鷹店の石田です。私が紹介する本はお月さん桃色です。この本はとても悲しい本です。はい、きっかけは、私が幼稚園の頃に母が、毎晩本を読んでくれていて、そこで、読んでもらった本です。毎晩読んでくれていました。絵本もそうなんですけれども、母が児童文学を勉強していたので、童話形式の長い文章のものも母が読みながら読み砕いて、読み聞かせをしてくれていました。一番覚えているのがこの本だったんです。話の内容が、この主人公が、たまたま海辺にも台風の後、上がってきたサンゴを見つけて、ただそのサンゴがお殿様の耳に、サンゴがあるっていうことが耳に入って、でそのサンゴを、お殿様に献上しないといけない状況になっちゃったんですけど、そのサンゴを、山の男の人にひょんなことから、主人公は預けてしまったんですね。でどうしてもサンゴを探さなきゃいけないということになって、海へ潜ったんです、主人公が。そしてサンゴを探して潜り続けたという表記があるんですけど、私はその頃、今もそうなんですけど、泳げなくて、それでその海に潜ってどんなに苦しかったろうと、それが一番すごく恐怖に思っていて、そこで印象にあるだけだったと思うんです、今から考えれば。話の内容は今でも、なんか大人になって今でもそんなにこう理解ができないんですけど、多分その潜り続けたという表現と、その中にある海の絵がすごくすごく深いところへ潜っているこう感じがして、多分それが一番こう印象に残ってるんだと思うんですよ。なので悲しい恐怖っていう印象しかちょっとないんですけど、死んだんです。女の子がその海のに深く潜って、で死んじゃったんです。潜り続けて死んじゃったんです。サンゴはその山の、預けた人が持ってきたんですけど、女の子はもうその時にはもう死んでたんです。だから悲しい本だったんです。はい。それで、その山の人の男の人も殿様に殺されたんです。たまたまそこにいたので殺されたんです。で子供心にすごく傷ついたというか、そういったことで多分すごく印象にあったんだと思うんですよ。こう前向きな気持ちで印象にあったわけじゃなくて、それを私も聞きたいんですけど、今もう高齢なので、聞いてその記憶があるかどうかっていうのは普段の会話からすると多分無理だろうなと思うんですよ。でそういったこともあって、で実はそのコロナで全然会えてないっていうのもあって、それでも母のことを思うたびにこの本を思い出すという感じで、ぴったりと、あ、じゃあ何って言われた時にこの本だったんですね。なのでこの本イコール母っていう感じ、これは土佐のお話なんですね。はい、なので、四国に住んでる方に読んでいただきたいなと思います。ちょっとその言い伝わる話なのか、本当の創作なのか、そこら辺、多分創作絵本と書いてあったので、その言い伝えとかそういったことではないと思います。この本は私が幼稚園の時に母が毎晩読み聞かせをしてくれている本のうち一番印象に残っている本です。どうぞお手に取ってみてください。三鷹市で駅から一番近くて雨に濡れず来れる書店です。面積がそんなに大きくないので、欲しい本を迷わずにすぐに買えるところが魅力かと思います。あと照明も明るいので、明るい気持ちになれます。床などは埃や髪の毛が落ちていないように清掃に気をつけておりますし、本も、埃がかぶらないように気をつけています。お客様が安全に、
品物を手に取れるように落下の危険性などにも気を配っております。私は平均の睡眠時間が非常に短くて、だいたい4時間ぐらいしかいつも寝ていないです。あなたはいつもだいたいどれぐらい寝ていますか？だいたい6時間から7時間です。次の方へ質問です。電話をした時に何コールまで待てますか？